やる倒せナイスはい、どうもこんにちは。千代田光月、東京の置いて帰ってください。という、今回ですね、資料を使っていこうなと思いまして、まあ、先日の、人名ガチャですね。100レベルになりまして、で、かけら10個のところから、残り10個のところから100レベルになったんで、めちゃくちゃもらえたんですよ。なんでここまで開けることができました。まさかオーバーブーストできると思ってなかったんで、ここら辺ね、できてよかったなというふうに思ってます。はい。で、今回、まあ、試合やってきたんですけども、世界変わりました。めちゃくちゃ強いです。やばいです。死竜の100はえぐい。本当に。この今の関係やっぱゲッター多いんで、もうバッサバッサ切りさばいていくんで、その様をね、ほんと楽しんでいってもらえたらと思います。はい。それでは、第1戦目から、どうぞ。さあ、ということで、死竜100レベル第1戦目、頑張っていきたいなと思います。行きましょう。敵にね、ゲッターが6体いたんで、マジで、狩り尽くしてやろうと思いますよ。さてさて、シャンクスはそっち行くと、オッケーオッケー。でも、キングとか、ハンコクとか、もう余裕のよっちゃうと思うんで、キングに逃げられた人も、雷雨で止まるんでね。あ、歌がやってるわ。俺が行くまでもないな。あんま見せ場作れないかもしれないし、なんか、味方がすごいイケイケで強いんで。さて、下見よっか。せやんな、怖いよな。てか、これさ、ビッグマムのゲッターに対してはどうなんのこれって。そういう検証をしてみてもいいな。これいっか。この見えない角度からの、あ、それ甘いよ。一刀両断。ライ。ナイスオッケーオッケー。これが強いよな、シルって本当に。絶対見えへんかったのに今。バシッって来た時。マジっすかって感じで。で、回避遅延させられて、で、雷雨でおしまいと。やばいやばい。うわ、いけ、うわ、いけ、うわ、いけ、うわ、いけ。ちょっと待って、ちょっと待って。抜くわり無理やな。回避早いからね。抜いてもらって、大丈夫。逃がせんよ、俺が。逃がせ。オッケー。間に合う。オッケー。クソ強い、マジで。また来たね。逃げる？雷雨。おい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 。技とか？いや、マジで。おい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 。あ、そっか。死ぬんか。危ない。え、芋の？そうか、間に合わんか。いや、もうこれっすよ。やっぱ死竜の強さっていうのは。皆さんもう気づいたでしょ。最強アタッカーは彼です。あ、来たな。化け物が。そう、こういう時は歌が強いね。ちょっとマムはちょっと本当にやってらんないんで。よかった。マム貯めてくれる人で。ありがたいよ、マジで。あー、歌切っちゃったのきついね。立ち回らないとな。とりあえず、うわ、危ない。ライ。あ、いらなかったか。やばい、死ぬ。大丈夫、俺がいる。ナイスナイス、いいよいいよ。で、見えへんところからの一刀両断で。危ない。あっちや。急げ！ライ！何？いや、マジで！こんな頑張ったのに負けんの俺たち。いやいや。さあ、ということで、気を取り直して2戦目頑張っていきましょうか。まあ、本当にね、そこ状況判断とかまだまだ浅いなっていうところで、ちょっとこう、反省というか、ね。いや、これ、いや、逃げ、あ、俺が逃げろか。怖いもんな。前を走り込ませる。俺が盾になるよ。いや、俺はもう死んでもいい。ルフィ頑張って。ちょっと待って。頼むよ。俺はもう無理。あ、終わり。くそ。雷雨は無理なんよ。助けて。あはは、無理無理。さすがに無理。今のは仕方がない。じゃあ、シャンクスはマジで無理なんですよ。本当に。何もできない。雷雨回復されちゃうしね。もう一回行こうか。カイドウも来るんで、着地狩りとかね、おしゃれに決めていきたいですよね。オッケーオッケー。まあ、2、3キープできたらいいんですよ、別に。ゲット思うでしょ？ダメージ入ってる？入ってないか、あんまり。まだ来てんな、まだ来てんな。
逃げれ逃げれ、終わり。飛ばされたか、スキルかぶったか、もったいない。危ない。オッケー、ナイス。来たな、カイドウ。逃げていいよ。ごめんなさい。出来心なんです。どうだ、カイドウ、強いだろ。あべ、カイドウがない。くー、待って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 、うわー、倒せ、ナイス。これよ、シリュウの真骨頂は。怖くないから、キングなんて。うわー、ワンチャン当たる。よし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 、無駄打ち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 、ここ返して入って、あ、終わった。助けて、本当に助けて。お、もう何も無理ない。あー、危ない。うらい。いやー、まあ限界はな、これが。ちょっと待って待って待って、クロコラクル、ワンツーワンツースリー。ちょっと待ってよ、ナイス、いいよ、こっちへ、こっちへ。オッケーオッケー、ナイスナイス、歌で決めてくれ。お、ロビー俺が通そう。待てよ、オルビー止めないといけない。どうする、ここ見とかないと俺やられるから、あっちは信じるしかない。握ったら最後、終わり。任せろ、ライ。勝った、よし、あぶねー、よかった。はい、ということで、3戦目はちょっと後で解説していくんですけども、いや、どうですか、ここまでご覧いただいて皆さん。もう、めちゃくちゃこの瞬発的な、なんですか、火力、一撃の重みが凄まじいでしょ、ゲッターに対して。もうね、カイドウであろうが、キングであろうが、ヤマトであろうが、もうバッサバッサも切りさばいていく、この様はマジで爽快でね、楽しいんですよね。で、まあ、そのゲッターってのは、絶対ね、このバウンティラッシュされないんで、必ずその、いるんでね。まあ、なんで、それをこう、一方的に狩る力のあるこのシリュウっていうのはまあ強いですよね。まあ今ちょっと環境からも減った、もう全然見なくなったおでんとかね。まあおでんはまあ本当に余裕じゃないですか。でまあちょっとこう同じように減ったシャンクス、シャンクスはまあきついですけれども、まあそのカイドウであったり、あとは誰だ、キングか。まあそれも余裕でやり見れるんで、まあ本当に強いですよね。まあスキルが多段でよかったなっていうのは本当に救いですよね、気絶不要で。まあそれがやっぱりヤマトとかも刺さりますし、で、こう、ビャッとこう、このね、瞬間移動がやっぱいいですよね。で、雷雨も、なんか、裏雷雨ができるらしいんですよ。僕は、あんまりその、そういうのが苦手なんで、まあ練習すればできると思うんですけど、あんまり練習してないんでね。まあ、今度一回でもなんか、そういうプライベートバトルとかで練習してもいいのかなとか思うんですけど、まあでもそういうのもね、やっぱ取り入れていくと、まだまだ変わってくるだろうし、まあ、これもエグい、握ってないんですよ、彼。ただこのスキル1はね、ゲッターに対して与えるダメージが増加するんで、それ強いですよね。で、ここね、これ分かんなかったんですよ。その、普段敵対しないから、え、そんな遠くから撃って当たるの？当たらないでしょ？と思ったら、普通に当たっちゃったんですよね。っていうところでやれてしまいました。まあまあ、あののはね、まあ知ってたら、全然お茶の子さえさえなんですけども。で、もう一回待ちますね、支流を。うん。まあ、キング出してもいいんですけど、まあ、1目溜まってないし、まあ、ちょっと溜めつつ、まあ、行ってもいいのかなと。まあ後半こう逆転力のあるゲッター潰せますしね、騎士竜が一人いれば一撃でやれるんで。まあカイドウも緑でなんでね、本当にお茶の子さえさえですよね。でまあ後半戦も確か 3KO ぐらいすんのかな、ここから残り50秒でわっちゃわっちゃ来るんでね、セミに。まあ、それをこう狩るのは気持ちいい。カイドウなんてのはね、やっぱ飛んでくるんでね、あんまり見えてないんですよ。でそこをもうパスコンと決めちゃうのがいいんですよ。でそろそろ来んのかな。あー、来ましたね、遊びに。で、ここから街道するんですね。まあ、街道すごく通常攻撃優秀なんでね、まあ、そこら辺の間合いを保って、まあ、街誘って、バシコって言われればね、でここはもう任せろと。負ける道理がないんでね。で、アストレ入って、無駄街誘って、パソコン、ライユと。はい、これ気持ちいいですね。で、まず街道一人目ですね。で、目の前に街道がいるんですよね。そこ飛んで、雷の音がしたんで、ノールックで、よいしょ、一刀両断、これが気持ちいいと。たまらないでしょ、本当に。で、まだね、おでん来たんで、まあ、おでんはもう逃げようが、ね、一時対立続ける特性を無視して切り伏せることができるんで、これ倒せると。はい、死竜たまらんでしょう。
はい、ということで、100レベシリュー参戦いかがだったでしょうか。もうちょっとやばいでしょ、この瞬間移動でピュッていってこう一撃で落とすとか、もうヤマトとかキングとか、もうああいう強いそのゲッターとしてめちゃくちゃ強みを持っている彼らに対してもうクリーンヒットするこのシリューのこのね癖のある特性、半端ないっすよ皆さん、マジで。あのやっぱゲッターが多いんでシリュー連れていくのマジありっす。でシャンクスが減ったんで割かし戦いやすいんですよ。でマムのゲッターのスタイルチェンジとかはちょっとわかんないですけど、例えばルフィのゲッターモードとかあれはちょっと知らないですけども、まあでも本当にあのめちゃくちゃ楽しいんで、あの今の環境全然やれますね、マジで。まあ一戦目はちょっとね立ち回りミスりましたけれども、まあ本当にしっかりあのまあアタッカーはねめちゃめちゃ大事なんですよ、立ち回りっていうのが。まあねそこをこうちゃんと把握してね状況を見るようになって、あのバッサバッサ倒していければ本当にもう気持ちいいし試合にも勝てるようになると思うんでね、あのぜひ皆さん一度使ってみてください。ということで今回はねここら辺で終わります。お相手は千代田光輝でした。それでは皆さんさよなら。